インディーカーシリーズ第11戦エドモントン、今日は決勝のレポートをお届けします。現地のロジャー安川選手、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、今日も快晴となったエドモントンなんですが、どんなコンディションだったでしょうか？そうですね、昨日よりも涼しくて、決勝中の最高気温は25度でですね、絶好のレース日和でしたね。はい、本当そうでしたね。ただレースの方はですね、最後エリオ・カストロネベスが勝ったかと思ったんですけれども、10位に降格するという本当波乱の展開となったわけなんですけれども、一体再スタートで何があったんでしょうか？そうですね、その再スタートの時にエリオはコーナーを立ち上がって、ストレートのイン側を保ったんですけれども、それがですね、いわゆるレコードラインとは違うラインを通ったために、ウィルパワーをブロックしたとみなされてしまいましてですね、20秒のペナルティが加算されてしまい、エリオは10位まで落ちてしまいましたね。なるほど。ブロックしたようには全く見えなかったので、どんなことになってるんだろうって感じだったんですが、現場でもかなり混乱してたんじゃないんですか？そうですね、実際に僕も現場で見てたんですけれども、最後にえっていう状況で、すぐ後に放送でいろいろと話が出てきたんで分かったんですけれども、確かにそのレース前のドライバーズミーティングで、いわゆるレコードラインを通ってない場合はブロックしていると判断するからと、ブライアン・バンハート、競技長が皆さんに伝えたんですけれども、やはりそのリスタートで、イン側を通るという部分に関してはですね、ドライバーの心理的にどうしてもやってしまうと思いますし、なおかつ、ラスト、残り4周っていうようなシーンであれば、相手の道を塞ぐつもりがなくても、やっぱり自分の、ポジションを守りたいという気持ちで、そのラインを通ってしまったんじゃないかと思うんですけれども、はい。なるほど。そしてレースの方はですね、スコット・ディクソンが今季2勝目ということになりました。ディクソンの走りは今回どうだったでしょうか？そうですね、結果的にはなんかエリオのペナルティがあってタナボタ的に見えるんですけれども、実際にはレース中のファーストテストラップも出してますし、ペンスケ勢よりもちょっと劣ったマシンで走りながらも、本当すぐ背後につけて常にいつでも勝てるポジションにいたっていう部分では、勝ってもおかしくないドライバーの一人ではあったと思いますね。そしてポールポジションからスタートして残り18周までレースをリードしていたパワーだったんですけれども、最後ブラックタイヤだったせいかペースが伸びなかったですね。そしてレッドタイヤのカストロネベスにパスされてしまったわけなんですけれども、パワーに関してはどういうふうにご覧になりますか？上位勢でその最後のスティント、ブラックタイヤで挑んだのはパワーとライアンハンターレーしかいなくてですね、そのパワーに関してはそのブラックで行ってもいけるという絶対的な自信があったと思うんですけれども、逆に今日その昨日よりも温度が低かったせいか、もしかしたらその内圧の調整が少し足りなくてタイヤが温まらずに、リスタートの時であったりとかちょっとグリップに悩まされたのかなというところが敗因だったような気がします。なるほど。残念ながら3連勝達成できなかったわけなんですけれども、さて一方の日本勢なんですけれども、今日はですね、まずコメントを最初に聞いていただければと思います。佐藤拓磨選手のコメントからどうぞ。今季ベストの9位でゴールしてお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。最終スティント早めにピットに入って、トラフィックを避けるためにだと思うんですけれども、出てってかなり、ハイペースで走ってたんですけれども、まず周回遅れにすごい引っかかったという感じですけど、はい、第2スティントが終わって、その後ちょっとこう前に引っかかってたっていう部分もあって、最後、レッドタイヤに戻す予定でいたんですけど、その分ちょっと長いスティントにはなるんですけど、早めに入ることで、単独で、走ってちょっとタイムを稼ごうかなっていう感じで走ったんですけど、そこは良かったと思うんですよね。ただ、ライアン・ハンター・レイと、ポジション争いをするときに僕ら2人でもう1台 のアンドレッティの車に追いついたんですけど、その後ライアンはスルスルともちろん行かせてもらって、ただ僕がその後ずっと引っかかってたっていうね、ちょっと正確な数字分かんないですけど15周ぐらい引っかかって、最後までですよね、基本的に。そこはやっぱりすごく残念でしたね。後半戦、残り5周というところでもう確実にトップ7フィニッシュだなと思っていたんですけれども、最後のリスタートの後に順位、落としてしまったんですけど、その時は何が起きたんでしょうか？リスタートでですね、チームメイトのポルトレシーが試験員で飛び出して草むらから戻ってきて、その時点で僕は6位に上がったんですけど、
まあ、まあ彼が戻ってきた時にこう僕を押し出されるような形でマーブルっていうかね、そのゴミがすごいところに乗ってしまって、でもほとんどもうコースアウト寸前だったんですね。で、まあ、なんとかポジションはホールドできて、まあ、PT の真後ろで、まあ、レースに復帰して残り、まあ、数周でなんとかもう一度ポジションアップしようっていうふうにやってたんですけど、そのままバックストレートに行った後、他の周回遅れの車も結構絡んでて、トーマス・ヘクターかな、でちょうどバックストレートエンドで僕はその周回遅れの車に挟まれちゃって、まあ、行き場を失って、でコーナーに入るときに後ろにトニー・カナンがいたんですけど、彼が止まりきれないで、まあ、僕に追突してきて、で結果的に僕はそのままスピンして押し出されちゃった感じ。TK はもうあのレース後、ね、謝ってきてくれて、それはまあもちろんもうしょうがないんですけど、すごくそこは残念でしたね。あのレース中の、まあ、ベストラップトップともコンマ1秒ぐらいの差で、確か総合でも4番手ぐらいのスピードだったと思うんですけれども、非常にペースも速くてかなり、上向きになっているところだと思うんですけど、今週はテスト、うん、来週でしたっけ。そうですね、はい、ようやく僕の最後のテストが2月のバーバーまで戻るので、まあ、その後ね3回ぐらいテストの機会があったんですけど、全部ね天候が悪くてちょっとキャンセルになっちゃったので、今回はミドハイをテストをようやく行けるので、すごく楽しみにしてます。わかりました。じゃあこの調子で次も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、本当に波乱のレースだったわけですけれども、安川選手からご覧になって、佐藤拓磨選手の走りはどうでしたか？まあ、レース終わった後、チームマネージャーとも話したら、今回非常に冷静で、無線でもいろんなコミュニケーションを取っていたそうで、かなり、前向きに物事が進んでいるような感じだと言ってたんで、次回のミッドハイオではかなり期待できるんじゃないかなと思います。そうですね。そして一方のですね、武藤秀樹選手なんですけれども、武藤選手のコメントも今回最初に聞いていただきたいと思います。まず17位で完走お疲れ様です。ありがとうございます、はい、結構タフなレースに見えたんですけれども、いかがでしたか。そうですね、まあ、序盤なんとか前の集団についていけてたんだけども、そうですね、中盤から思うようなペース保てなくて、またちょっとタイヤチェンジした時にね、うまくタイヤプレッシャーが合わずに、かなり苦しみました。まあ、1回スピンをしてしまった時っていうのは誰かにぶつけられたとかではなく、いや、もう完全に自分の単独スピンで自分のミスです。はい、ラップダウンになった時って非常にタイミング悪い時にイエローが出てしまったと思うんですけれども、あそこで結構やっぱりレースのリズムというか、その辺は崩れてしまったのかなっていう。まあ、リズムは良くなくなりましたよね。ただ、まあ、それよりも対抗感した後のバランスがすごく悪くて本当に苦しみました。次戦のミッドハイの前にテストとかはされるんでしょうか。いや、全く予定ないです。もう多分今シーズンはテストないんじゃないかなと思います。はい、じゃあぶつけ本番になると思うんですけど、確かミッドオハイオって初めてインディカーをテストしたコースですね。そうですね、そういう部分では楽しみですか。そうですね、レイアウト嫌いじゃないし、まあ、去年5位になってるんでね、また今年はそれ以上目指して頑張ろうと思います。わかりました。ぜひ次も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで武藤選手は次回また2大体制になるんで、期待したいと思いますが、安川選手からご覧になって武藤選手の走りはどうでしたか。そうですね、今日も厳しいレースとなったと思うんですけれども、はい、まあ、とにかく最後まで諦めずに一生懸命走るっていう姿勢は非常に感じてくるので、ぜひ次回はグラハム・レイホルと力を合わせて、まあ、本当いきなりトップ5フィニッシュを目指してほしいなと思います。はい、ということで第11戦エドモントンが終わったわけなんですけれども、最後に今回のブロックに関して、ロジャー安川選手はどういうふうにご覧になりますか。まあ、僕の、まあ、ドライバーとしての目線であれば、やはりあれはそのブロックしたとは思えないですし、おそらく僕がエリオの立場であったら同じことをしてたと思うんですけれども、ただその年々ブロックに対してのそのルールが非常に厳しくなってきていましてですね、はい、まあ、実質上そのレコードライン以外のラインを通ったらもう全てブロックだとみなされてしまうので、そういう部分では、まあ、さらに今日、まあ、レース前のドライバーズミーティングでそのあたりが強調されたのにもかかわらず、エリオはその行動を取ってしまったっていう結果、まあ、こうなってしまってるんですけれども、はい、まあ、やはりでもそのレースはね、最後みんなこうガチンコバトルをしたっていう雰囲気を見せるためには、その辺のルールも改善が必要なんじゃないかなと感じる内容でしたね。
なるほど。では次回のレポートもどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。